1909年頃の江南申告。T ・江波の通称で知られた江波申告は明治期日本の写真誌。通称の T は都市という名の頭文字とも言われるが、江南自身は T に当たる名を略さずに記すことはなかった。幕末の江戸に生まれた江南は有名な写真誌で、コロタイプ印刷技術者であった小川和馬の最初の弟子となり、ついで助手となった。 高南は後に横浜へ移り、弁天通りに写真スタジオを構えた。同じ通りの数の木先にはすでに有名になっていた玉村幸三郎のスタジオもあった。その後、玉村と高南は少なくとも3回の事業において共同で作業を行った。高南は当時の写真師としては珍しく人気のあった様々な形式の仕事に幅広く取り組んだという点で、 唯一の存在であり、その仕事には横浜アルバムスと通称された大判写真を編集した写真帳の制作なども含まれていた。他方では、コーナンは立体写真や幻想器用のスライドガラス写真など小さな写真もついても最も多く作品を残した多作な写真誌であった。その作品の中でも最も秀でたものは直接手彩色が施された。 高難の残した写真は書籍や定期刊行物、新聞などにも取り上げられ何百万枚もの複製が印刷された。高難の作品だけで構成された日本の風物を捉えた立体写真のセットはアメリカ合衆国の少なくとも3社の出版社から発売されていた。1923年の関東大震災の際には高難は生き延びたものの地震後の火災によって スタジオを消失したが、後にはスタジオを再建した。1929年に、高難が死去した後、長男の穂が、スタジオ経営を継承したが、第二次世界大戦下の1945年の空襲で、スタジオは再び消失した。事業を継承した息子穂も、父と同じく、T を頭文字としたので、高大の写真詞やは、 父による写真を息子の作品と懇認することがしばしば生じた。フォトグラフィー・イン・ジャパン1853-1912の中で著者テリー・ベネットはこの不死いずれの作品と同定するべきかという問題について興味深いコメントを記している。横浜のコーナン家は後にこの謎を解明した。実は、ホは写真師ではなく、ティエナミが彼を指すことはなかったのである。 ホワスタジオを継承したが、その後も父が撮影した古い写真を現像して販売し続けていたのであった。幸い、7頭文字が同じであったため、ホは、レターヘッドや商標、その他色々なものを変更することなく、父から継承したのであった。こうした発見や、その他の電気的事実については、沖縄を活動拠点とする写真研究者、 ロブ・オーシュリーによって表されたエッセイと立体写真の作品や、その後出版されたベネットの著書、オールド・ジャパニーズ・フォトグラフス・コレクターズ・データ・ガイドに述べられている。ウェブサイト、フォーター・ガイド・ジャパンのフィルバート・オノは、申国が将来息子がスタジオを継承できるように、意図的に息子に T を頭文字とする名を付けたのではないかと考えている。江南の死後 彼に与えられた最大の栄誉は、おそらくは、オデッセイ、ザート・オブ・フォトグラフィー・アット・ナショナル・ジオグラフィックの初版カバーに、彼の作品が取り上げられたことであろう。雑誌、ナショナル・ジオグラフィック・マガジンは、その初期において、コーナンの写真をしばしば取り上げていた。ベネット、テリー、フォトグラフィー・イン・ジャパン1853912、タトル、2006、1ゼル、 ログ、h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.t-enami.org スラッシュ。ベネット、テリー、オールドジャパニーズ・フォトグラフス・コレクターズ、データガイド、ロンドン、クワリッチ、2006、ここで言及されているベネットの2冊の著作は、たちまちコレクターや研究者にとっての標準的な参考図書となったが、それらの出版後も、追加的な情報が、 明らかになっている。大手裏による、高難についてのウェブサイトには、当初のデータに加え、新たなデータも盛り込まれており、さらに50点以上の高難の作品例が、提示されていて、フェアユースによって、直接利用することができる。高難作品について論じている、他のサイトへ、高難作品と確認された画像などへのリンクもある。おでせイ The Art of Photography at National Geographic シャーロツビルトーマソン・グラント1988ありがとうございます。